産経新聞の前ソウル支局長に対する無罪判決について韓国の検察が控訴を断念したことが分かりましたこれにより無罪が確定することになります産経新聞の加藤達也前ソウル支局長はパク・クネ大統領の名誉を毀損した罪で起訴されましたがソウル中央地裁は17日被害者を誹謗する目的があったとまでは認められないなどとして無罪判決を言い渡しました 韓国の検察は昨日判決により被告が書いた記事が虚偽であることは明白となったなどとして控訴しない方針を示しましたまた韓国外務省から日韓関係に配慮して全省を求められた点も考慮したとしています